さあ、メインストーリー16話、もうこの雰囲気、ライブは失敗したんでしょう、おそらく。ごめん。ほんまに。ごめんなさい。ああ、美和子、ネットの一言が聞いたか、やっぱ。美和子ちゃんは私を守ろうとしてくれたんだから。あ、そっちか、そっちね。それにしてもよ、結局最後まで変な空気のままだったんだから。そうです。前回、さあ、これから1曲目ですって時に、ファンの人が、ああ、滝川美歌、こっち見てみたいなね、それだって勢いを阻害されたところに、ちょっと美和子が、あ、そういうのやめてくださいみたいな感じで入って、それがきっかけで、この変な空気のまま終わってしまったんですね、前回は。ねえねえ、これちょっとヤバめかも。え？昨日のライブ、有名なアイドル評論家が来てたみたいでさ、ライブレポあげてるんだけど。アイドル評論家ってなんだよ。それで？ はい。これライブレポ、72時初の単独行動ライブは大失敗。冒頭からメンバーがファンと口論。その後のライブも盛り上がらず。ああ、あれを口論っていうか、ちょっとね、盛りすぎな感じもありますけども。でも結果的にライブは盛り上がらなかったんですね、結果として。うわ、マジか。うん。この人のことフォローしてる人めっちゃいるんだよね。おお、アイドル評論家、信用なんねやな。もうコメントがついてるな。あら、まあ。コメント、昨日行きました。残念でした。これからのアイドルなのにファンを大切にしてないね。やる気が見えなかったな。そうか。ファンを大切に、あの行動がファンを大切にしてないか。だったらもうね、ファンは神様かよってなっちゃうよ。真ん中のコメントに関してはちょっとおかしいっすね。納得いかないっすね。何を書かれても当然よね。それぐらいのことをしちゃったのよ、私たちは。ごめん。河野さん、何に謝ってるの？私は河野さんだけじゃなくて、ここにいる全員に怒ってるんだけど。お、ニコルンがマジ怒です。もちろん、河野さんの最初の発言は大問題よ。でも、その後のパフォーマンスは何？とてもファンに披露できるようなものじゃなかったんだけど。これは、まあ、ミャーコの発言に関してはね、まあね、難しいけどさ、俺は良かったと思うし、別にそこは。だけどパフォーマンスに関してはね、こればっかりはもう何言われても仕方ないんじゃない。いやー、ぶっちゃけ最近忙しかったから、なんか体が。それは言い訳よ。どんな時だって私たちはベストの状態で。まあ、その通りですね。プロである以上は、舞台でね、100%のものをお見せしないといけないって感じですかね。玲香は動画の仕事がないから言えるんだよ。おい、ジュン、それはないぞ。バカ。ごめん。今のはねえぞ、ジュン。そうよ。私は確かに十分レッスンできた。でも、そんなこと言い出したら。そう、レイカ様珍しくね、ここまで感情的に。仕方ねえだろ、レイカ様な、フリートークの動画、そんな、なあ、最終的には多分、コメント欄でもみんなレイカ様に気遣って、レイカ様には他に聞いたことがあるよ、みたいな、そういうコメントが溢れ返ったんだから。ねえ、大丈夫よ。やめよう。喧嘩しても始まらないよ。そしてね、後ろで冷静に見てる、あかねちゃん。皆さん、落ち込んでいる暇はありません。来週は定期ライブです。
今回の件を取り返すためにも今が頑張り時なのでは。お、いいじゃないですか。まだ来週にね、その定期ライブがあるんだから、そこに向けて準備していきましょうよ。今回の反省を生かして。せやね。そうそうそう、みやこね、君は気にすんな。今からでもレッスンをするべきだと私は思いますが。うん、気にすんな、みやこ。あれはファンがおかしいんだから。そうですか。では私一人でもレッスンを再開します。私も。うん、ジュンは事実を言っただけだし。いやいや、ジュンね、それはダメよ、言っちゃう。ごめん先生、どうしよう、みんなバラバラになっちゃった。私たちこれからどうしたら。いやいや、そんなん決まってんじゃないですか。そのあのね、ライブに向けてまた準備をすればいいだけですよ。マネージャー先生、走る。どこへ。さあ、中庭です。あれ、7分の22の先生、どうしたの、そんな慌てて。ああ、やっぱりね、この2人の元へ来るんですね。あ、そうだ、7分の22、今大変みたいですね。ネットで見ましたよ。あ、そこまで話が膨らんでるんだ。もしかしてそのことで私たちにかな。うなずく、頭を下げる。あ、もうね、ここはあのグループのためですから、頭を下げましょう。やめてください。そうですか、私も気になっていたので。あ、なんか前向きな返答ありがとうございます。ねえ先生、明日のシュシュのライブ見に来てって伝えてくれないかな。お、7分の22全員でさ。おー、